でもね、すごいのが、例えば新幹線で移動するじゃないですか。駅のホーム着くじゃないですか。ね。で、駅のホーム着いて、そしたらもう、ブワーってファンの子が来て、で、もう警備員の人がブワー押さえるんですよ。ほいで、もういいから、もう優たちも行っちゃいなよって言って、ジャニーさんもその警備に賛同するんですよ。もう止めるんですよ。そしたらもう、早く行きなよってホームで叫んでるの切ないですよ。ジャニーさんって感じで。で、その後にもっと切なかったのが、やっと会場着いて、そしたら警備員の人に、あ、ちょっとすいません、止められたんです。ちょっと待てよと。僕、社長だよ、ジャニーだよ。はい？って言って、お名前もう一度お願いしますとか、ジャニーって言ってんだろうって言ったんですね。ちょっとイライラしてたのもあって。もういいよ、もう。って言って、ブワーって駆け抜けて、もう警備突っ切って行ったんですよ、社長やから。そしたら、おい、待て、おっさんって言って、また止められて、めっちゃかわいそうでしょ。さあ、もうダメだよ、切もう、なってす言っぎ。て。めちゃくちゃかわいそうだかわけいど、そう。でも、しょうがない。しょうがないですよね。一応その警備員もお仕事し おたっ仕てこ事としでたんすですかよ。でね。も、彼は言いましたよ。社長である僕を止めたんだから、彼はちゃんと仕事してるから、怒らないであげてほしいって言ってました。さすいや、だって俺なんええかでも酔っ払ってたらじゃないですか。わかんー。わ ねえかんよ。ないかわな。いかや、んでもない。ね、本当にね、ジャニーさんが、まあちょっと、この音楽やるっていうのもね、ジャニーさんが一回、やらへんかって言ったんもうで、そう。始まってる世界でもあるんですよ。だから本当にね、ジャニーさんがあの時電話かけてきてくれなかったそれら、は何歳の時？電それ話かけたは、ですね、ちょうどだからもう10年前ぐらいですね。でもその11年前ぐらいに、の。一回僕ミュージカルやれって言われてるんですよ。嫌だって言ったんですよ、すぐ。そしたら、それで1年間何もしてなくて、そもそも僕、堂本剛で何かやるともあんま考えてなかったから、そしたら、音楽はどう？って言われて、音楽いきなはりミュージカルじゃなくてね。やりたいなってやっぱその時すごく思ったんですよ。で、音楽シンガーソングライターで自分で書いて出せばって。でも今のレコード会社の社長さんに、彼に音楽やらせてほしいって言って電話が入って、で本人に電話来て、で本人も了承したんで、どうぞ始めてくださいっていうことで、今までやらせてもらってるんですよ。俺もジャニーズに入っときゃな。入る予定だったんですよね、タコさん。あ、渡辺プロ俺ではね、プロだす。渡辺プよ。ロ俺、ジか。ャニーさんが俺に目つけてればな。あの頃で言うと、蒼井輝彦さんと一緒ぐらいですか？ いや、誰と一緒？あと、ジャニーズのジャニーズですよ。ね。元祖ですよ。元祖ジャそうニーだズ。よあ、な。そうですね、もじゃあう年もう、年齢齢的とにか、蒼井さんとか、蒼井さんより俺の方が良かったと思うんだけどな。そう言ったら元祖ですね、高田さん。ジャニーさんがね、そう拓郎さんなの。俺を。に目をつけて、ジャニーさんが俺に、ジャ言う、ニやんない？何回言ってくれたさ。俺すぐやっちゃったよ。何でもやりーます。踊りますとか言って。ミュージカルもやるんですミュージか？カルもやります、俺も。そすごいですね。んなそうだとしたら、また、そし人たら生変わって俺ますは、よ。エレックレコードなんていう変なさ、みかん箱の上で歌うようなレコード会社行かなくて済んでるわけだよ。失敗だったな。失敗なんでジャニーさん俺に目をつけなかったかな。いたのに俺。いたのに、いたのに。あの頃はフォーリーブスでいっぱいいっぱいだったんじゃない目いっぱいだったのかな。多分フォーリーブスぐらいですよね、時代的には。フォーリーブスだ、フォーリーブそうですよね。ス。ジャニーさんはだから昔でもそのバンドでね、うん、こうやっぱ皆さん大先輩その歌われてる時もそのローディーさんとかいないじゃないですか。全部運んで自たって分いでやったう。ああ、そうだね、よね。そうあの時代ではそうだよ。すね。そう。いやだからもう本当ね、なんかジャニーさんが電話してきてくれたんでね、直接ね。まあいろいろ今につながってる。